こんばんは。暑い。めっちゃ汗かいてる。こんばんは。今日もまだまだ暑いですね。あれ、これもしかしてイヤホンつながってる気がする。こんばんは。え、すごいね。雨だったね、今日。すごい雨でした。雨と雷がやばくて。しゃぶりだった。筋肉痛は全身出ませんでした。腕だけ。来た、これ。なんか画面がシルバー色だ。なんで？シルバー、あ、このだるまの色ってこと？腕だけなのすごいっしょ。そういうことね。あ、ほんとだ、シルバーだ。今気づいた。壇上もね。ほんとだ、なんでシルバー？シルバーウィーク？なるほどね、だからか。あ、すごい、 I love you、 ありがとう。壇上、確かに壇上がステージになってる。すごいね。今日さ、うー、なんだこれ。大惨事、バッグやばい、リップが見て、大惨事、リップが漏れて大惨事になってます。いやー、すごい、ギャーって感じですね。これは大惨事、大惨事、漏れてる。こういう系のリップ埋もれちゃうの、どうしたらいいんですかね。こういうキャップはしょうがない。ベタベタになっちゃった。てか今日ポーカー勉強してきた私。コミちゃんも勉強してると思うんですけど、そう、違う、このリップが今日ポーカー勉強してきました。よい、ロイヤルストレートフラッシュ。覚えてきた、ロイヤルストレートフラッシュ。役が覚えられないね、まず。
ルハス。ポーカーって我々が知ってるポーカーの紙同じだと思います。そう、なんかポーカーを知ってる人には勉強する必要ってあるのみたいな聞かれるんですけど、まずルール知らないので、そこからルールを、でも超わかりやすかったですよ。今までポーカーやったことない、あるのかな、あるのかもしれないけど覚えてないな。ロイヤルストレートフラッシュ100万回に1回しか出ない、すごいよね。子供の頃ポーカーかスピードか七並べみたいな感じだったよね。そうなんだ。ポーカーあんました記憶ないな。何回チェンジできるの？それインディアンポーカーだよね。そう、2枚だけ持ってて、あと5枚ですね。5枚。いや別にルール勉強してきただけなので、コインとかかけてとかじゃないですよ。今まで出した最高の役はフルハウス、すごっ。なんていうの、ポーカーってチップがないとできないですよね。だってあれベットしますとか、ローカルルールとかないんじゃないですか。わかんない、ポーカーってあんま馴染みのあるやつじゃないな。でマネージャーさんと焼肉を食べた。美味しかった。知らない、ルールがね、わかんない。うらやましいよ、マネージャーも仕事なんでね、マネージャーさんはね。わらわら。あ、それ覚えたよ、レイズってやつ。ルールはすぐ覚えれそうだけど。試しって美味しいよねとか言って、麻雀私も全く分かりません。全然分かんない。ただ飯は一番美味しかった。コールも覚えた。なんだっけ、コールってなんだっけ、同じ額入れることだっけ。そうだよね。これで終わりは、あれ何だったっけ、やばい、これはやってみないと覚えられない気がする。でもなんか勘がいい、ま、きいいん勘がいいですねって言われた。できそうって、うまそうって言われました。うまそうって、そうだよね。コールはベットされた掛け金を受けて同じだけチップをかけること、そうだった気がする。
エイズは掛け金にさらに上乗せしてチップをかけること。そうですね。でも私は結構固くかけるので、競輪も見てる方は分かると思うんですけど、本当に性格が出るみたいで、でも性格がバレたらその時点で負けだから、いろんな自分の自分になる必要があるらしくて、ポーカーはバレたらそこで終了なんだって。だからね、変えなきゃいけないんだって、一回一回。あんまり穴とかさ狙わないんだよね。でもそれも、いや、変えようと思って、競輪もなんかやっぱ穴狙って当てた方がいいもんね。 Love you。それめっちゃすごいね。弱い手札でも何食わぬ顔でレイズしまくってポーカーフェイスだけで勝つのかっこいい。それめっちゃかっこいい。17日ミッドナイトケイリン出るんですね。出ます。もう告知されてました。手札見せたら実は役なしみたいな。ポーカーフェイスで勝てたらめっちゃいいよね。篠崎さん何でも可愛いんでるからね。私めっちゃ下手そうじゃない？ポーカーそんなの、なんかその人をどれだけ騙せるかみたいなとこあるじゃないですか、ポーカーって。だって強い手札が来たらそれも隠していい感じに相手に乗っかってもらって、どんどん掛け金を増やしてもらうのが必要って今日教わって、絶対私ニヤニヤしちゃうもん。いいカード来たらイエーってなっちゃうよ。絶対勝つじゃんこれみたいな顔しちゃう。私絶対ダメなんよそれ。私篠崎さんなら勝ちそう。今日もそのじゃあ例えばみたいな、すごいこの手札だった場合、このターンでこの手札だった場合何いくらかけますかみたいな、え、これはもうおもろいんですねみたいな言ったら、違いますって言われてオールインしたらめちゃめちゃ強いってバレちゃうからダメなんですよって。あ、そっかそっかってなって、なんかその微妙に相手が乗っかってくれるかくれないかのラインを攻めないといけないって言われて、オールインって言っちゃいました。私どうやら違ったらしい。オールインは演技は上手できる。だから本当に自分じゃない人がポーカーをしてるって思えばできるはず。あとは逆に弱い手札の時にめっちゃ嬉しそうな顔するみたいな騙し方もありますよね。そのバレてる人には絶対顔にいい手札の時出るからなこいつって思われてる人にはわざと顔に出すパターンもあるし、だからね、楽しそう。そう、なんかね、下ろさせるのが一番いいって言ってたよ。だから嬉しい顔してちょっと大きい額レイズして、相手があれめっちゃ手札強いんじゃないって相手に思わせたら勝ちってことでしょ。
行けそうじゃん。楽しさ、騙すタイミングが大事。そうだね、ポーカー覚えよう。ファンクラブでポーカーしますか？めっちゃいいじゃん。やろうやろう。勝ったらなんか嬉しい、あれ嬉しい、あれって何？私に勝ったらチェキー的なね。じゃあ私が勝ったら私が勝ったらどうする？愛をあげる。マギフ、マギフやばい、マギフやばい。いいね、いつか私がポーカー覚えたらやりましょうね。アプリとかで練習しよう。唇の調子ね、だいぶ昨日とかよりはピークの時よりは全然良くなってきました。もう絶対むかないで、気になったらこのワセリン塗るようにして、で夜は皮膚科のお薬を塗って寝てるので、多分もうこれ以上悪くならないかと。唇が荒れちゃってたんだよね。もう治りそう。これでいじらなければ。今プルンプルン。保湿が足りないとかじゃなかった、なんか荒れちゃってたから、もう炎症がすごかったと思う。ただ荒れてただけだと思います。でも結局、あ、人のこと言えないから唇荒れてるんだけど病院行った方がいいかな。結局そのいつも唇荒れると塗るお薬、皮膚科のお薬塗って良くなったから。いや白いやつ、なんて名前だ、皮膚科ってさ、これ混んでるよね基本。皮膚科のお薬夜塗ったら治った、治ったってか治りかけてる。ワセリンじゃないです。結構ね強めのお薬、私が塗っちゃったのは。そんなにもうご飯食べたから眠くなっちゃった。ステロイド、そうかも、ステロイドかもしれない。あとはなんか調べたんですけど、これはワセリンなので普段使いしていいらしくて、なんか医薬品って書いてるやつは荒れた時にだけ使うって、なんかメンソレータムで医薬品みたいな、
出してましたよ。それでもいいかもね。今日の夜ご飯は焼肉だよ。そう、私がボーカーの後にマネージャーさんと焼肉食べてきた。サランラップはいいと思うんですけど、もうめちゃめちゃ荒れに荒れまくって炎症しちゃうと、もうねサランラップじゃなくて薬の方が絶対いい気がする。皮膚科で一回いくらかかるの？え、でもその私は家にある皮膚科の薬を勝手に塗っただけなので皮膚科行ってないんだけど、保険診療なんじゃない？400-500円でいけそう。そうだね、治ればいいんだよね。焼肉で唇の油分補給絶対ダメじゃない？焼肉の油なんていいの？いや、いつもあのちっちゃい時から多分唇結構荒れやすくて、その時にお母さんに塗りなさいって言われたお薬を大人になっても塗ってる。なんで唇って下だけ向けるの？え、私今回めっちゃ上だったよ。もう上ばっか皮向けしちゃった。そう、上がガッサガサになっちゃった。いつも下だけ。確かに私もいつも下だけかも。なんか今回はなぜかめっちゃ上だけ。なんで泣ける話なの？全然泣けないよ。泣ける確かにお母さん全信頼置いてる。デリケートですね。鶏白湯ラーメンか豚足食べよう。皮膚科行って薬もらうのが一番早いんです。リップって人生で数えるほどしか塗ったことない。え、逆に腫れないのがすごい。それで。すごい。羨ましい。前かけ配信の続きはせずに今日はね、一旦ね。あと4人だっけ？そうだっけ？こんばんは。超4人か。後日別日にやります。でも唇も荒れたことないってめっちゃいいじゃん。 お父さんお母さんご両親に感謝ですね。遺伝に。私は乾燥肌だから本当にあの肌が乾燥しやすくて、唇もだし目もだし、皮膚なのか目って。なんかあとは手とかもだし、体も背中なんてもうめっちゃ荒れちゃうし、めっちゃ乾燥しやすいんですよ。
冬場は大変ですね。美顔器最近使ってないね。そう、乾燥がすごい。わかる。ベビーパウダー使ってない。ベビーパウダー使うといいの。よく食べてよく寝てノーストレスで働いてるからだと思って。え、めっちゃいいことじゃん。ドル明け出るけど次クレちゃんの生誕祭かな。なんか今月は全部生誕祭みたいです。だって人間って絶対ストレスが一番体に良くないと思うから。そうだよ、絶対ね、いいことだよ。そろそろ順位読みますかね。私が少しでもみんなのストレスを解消できるように頑張りますね。ますね。じゃあそろそろ順位読みますかね。おすすめのストレス解消法ある？え、でも私は本当に家族と出かけることが一番ストレス解消かもしれない。そう、モナスってね、チーム B の選手力はもう3週間しかない。そうなんだ、知らなかった。とりあえず順位見たいと思います。13位京介さん、12位ひろむさん、11位なめこさん、10位かずのこさん、9位ゆきちゃん、8位あやなのくまちゃん、水も滴るいい女の子、顔かわいすぎ結婚してるね。水滴る汗だけど7位まちゃる無言です、まちゃるさん。6位オタメノとカプスダンさん、5位マサトハッシュタグチームナーさん、4位オゲニアとチームナーさん、3位ヒロキハッシュタグチームナーさん、2位アッチャユイナン大好きさん、1位がスズペラビモチさんでした。55位モナちゃんアクがサバババサバババさんでした。ということでありがとうございました。また明日ね、バイバイ。